お疲れです。タモトです。今日はちょっと風景が違うですね。はい。そうなんですか。今日はね、はい、こんなとこプロのキックボクサーの人呼んでました。え、倒せばいいんですか。倒せばいいです。お、マジですか。はい、それだけですか。それだけです。簡単かな。防護したいです。あ、オッケーです。いいんですか、防護しちゃって。防護してください。筋肉で。しゃあ。じゃあお呼びします。はいはい。和田哲平選手です。はい、お願いします。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 今はプロのキックボクサーですか。今はプロになりました。去年の9月25日にプロデビューしました。で、もう2戦してるんですよ。今2戦しました。で、2勝ですか。2戦2勝 1KO。 おお。アマチュアの時はどんな感じですか。アマチュアは7戦して7勝 3KO。 おお、負けてない。じゃあ負けの知らないですね。そうです。あ、じゃあ今日ですね。そうですね。今日負けるんです。敗北を知りたいです。敗北を知りたいです。で、今日戦う感じ。そうですね。怖いですね。でかすぎますからね。ああ、プロでライズですね。そうですね。最終的に僕ライズでチャンピオンになるので、はいはい、もうそれ決まってます。決まってるんですか。あ、そうですね。で、2月26日にタイトルマッチ決まってます。それに勝ったらライズのランカー入り。ランカー入りで、ライズのランカー潰しで始まります。うわぁ、かっこいい。早ければ年内チャンピオンになるんですか。そうですね、もう行きますよ、バンバン。年内無敗で。無敗で。うわぁ。和田選手、まあ、僕らタンパクトリオ、まあ、スポンサー使わせていただきまして、はい、あ、パンツがね、タンパクトリオ対応で、うわぁ、ぜひ、かっこいいですね。和田選手の試合見てほしいですね。見てほしいですね。ぜひ見てください。お願いします。和田選手の試合見てなくて、タンパクトリオ耐えてるやつ見てほしいです。そうじゃないです。そこだけ変えたくて。そこだけちょっとです。お願いします。試合見ていいですか。試合見ていいですか。見てください。そこだけです。でも冗談で、スポンサーついてもいいかどうか、ちょっと強さをね、そうなんか確かめたいなっていう。これ弱さだからだって。弱さ確信をしましょう。はい、そうですね。はい。それはそうですね。まず、ボディ打ち。はい、僕ら、筋トレしてるんで、腹筋鍛えてるじゃないですか。そうですね。そうですね。腹筋のトレーニングと思ったらいいですよね。はい。ね、これでこう、重さ50キロ、100キロまでガンガンで。そうですね。やってるんで。それがパンチに変わるだけでしょ。そうです。うん、何も知らないですね。一応僕のボディ打ちでも、だいぶ強いですけど。マジでやばいですけど。本気でやってる。本気はダメです。本気でじゃあ。一回やりましょう。はい、じゃあまずボディ打ちなんですけど、まあ、全員順番力でって1割、2割、3割でだんだん強さ上げていってもらって、一番初めに脱落した人がローキック蹴られるっていう罰ゲーム。で、そんな罰ゲームされるんですか。勝ったらいいんですね。勝ったらいいです。まず1割から。軽いに。はい、オッケー。1割ですか。1割でいきます。これ1割。待って、エグエグいってやる。マジですか。エグ受けるんですか。受けるんですか。エグエグエグちゃまぐ。ほんまっすか。大丈夫、ちょっとですね。いきます。1割で。いきましょうか。ちょっと2ラーメン食ったんで、言い訳します。まあでも1割でいい。1割。ここはいきます。はい、言ってください、言ってくださいね。いきます。はい。あっ。いける。いける、すみます。じゃあ2割で。2割で。いきます。2割。いきます。あっ、えむいた、むいた。体無理だっす、今。マジで嫌や。ちょっと待ってください。横から順番に差し替えた。いい筋肉。よくないっす。いい筋肉、いい筋肉。いきまーす。ちょっと弱かったっすよ。いや、知ってたことない。知ってたことない。僕ら強かったでしょ。音が、音が。いきまーす。お願いします。余裕だね。いけそうやな。結構これ、僕 M かもしれない。気持ちの中でいいです。気持ち悪い。いや、休憩なしですか。もう、ノンストップです。ああ、弱かったやつ。青ラーメン。マジで青ラーメン。そこに言ったら僕やばいでしょ。圧倒的です。いや、弱なってないですね。圧倒的です。ステップ弱い。ひざついたら負けない。はい、確かに。そうしましょう、そうしましょう。カモン。よっしゃ。強っ。余裕っすね。4っすね。難しい。普通4ってまだまだいけるっす、絶対。いきますよ。ちょっと気がしてる。ちょっと気がしてる。打つ瞬間、ちょっとこの空間あったから、ちょっとこれ、出せない今。僕の下げたら自由っす。お母さんにも殴られたことない。4割。伊藤さん、余裕です。お願いします。よっしゃ。おー、強っ。
17位んで、はい、ぜひ7まで上げてもらっていいですか。7まで。あ、そんなこと7まで上げますけど、やりますか。え、やめていいんですか。やめたらロッキーですけど。なんでそんなこと言うんですか。どうします。どういうシステムだって。やるでしょ。しゃじゃあちょっとギア上げてみます。うわ、怖っ。順調ですよ。なんか、やるいきます。いや、もう怖いって。あーえ、ぐいぐいぐい。え、ちょっと待って。今までのと全然だったわね。え？OK！ カモン！はい！ガーッ！ガーッ！言った！え、ちょっと待って、言った、え、ちょっと涙入ります。え、じゃ無理で、えぐいっす。やります、えぐいっす。やられたらローキックっすけど、やりますか。いや、それやるでしょ。おおおおちょ、一旦待ってください。集中させてください。マジで気合入れてもいいっす。もう、これでも待ってもいい。だから、あれ言ったけど、あれ言ったけど、いきます。ザッ！もう、大丈夫ですか？うわ、やばそう。これはやばい。怖い。僕も怖いっすもん、9。9ってもう、言っちゃいます？マジで怖い。9。9割いくっすか？よし、いきます。うわ、じゃん。おっそうですね。いきまーす。あー内臓破裂しちゃうんです。でもやだ。いけるっすか。全然いけます。いけす。カモン。ちょっと待って、ちょっと違う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 、もうちょっと待って、ほんまにちょっと待ってください、待ってくださいね。次それやったらアウトですよ。そうなんですね。僕のタイミングで殴らせて。目つぶっときもいいですよ。ちゃんと目はつぶったみたいな。いきまーす。せいやです。ギャーッ。耐えた耐えた耐えたやばいっすから。ちょっと病院。産婦人科行くっすか。産婦人科。お前間に合わないです。石尾さん、はい、ご褒美のローキック。やったー。嬉しそう。そうっすね。1、4でどこ当たれるんだろう。確かに。ハマチャリ叩かれるみたいな。1割ですね。1割いきます。いきます。待ってください。あっ！いった！ちょっと待って！絶対いっちゃう！いった！ちょっと待って！これめっちゃ痛い！勝った！嬉しいけど、いった！痛いっすね。これめっちゃ痛い。ちょっと待って。勝たれへんぞ、マジで。実際チャンスよ。ちょっと待って、3ぐらい、3じゃないですか。でも、嬉しそうじゃないですか。もう一発ぐらい。もう一発ぐらい、出たんですか。いや、余裕っすね。ハズさん、本気だったっすか、今。音が、もう一回いいですか。ボスって。うわ。こっちがいいですよ。テクニック、やばいっすね。ちょっと行きますか。あ、違う。いきます。なんか弱そうやったっすね。はい、もうこんなんやったっす。これつけるだけでちょっと強くなってる感じ。俺は強い。うわ、俺ならやる。クローズで小さいです。マジっすか。あっさ。マジダサい。いや、うぃし。ちょっと言うこと言ってもらった。連打で、5月が連打いいっすか。連打でいいっすよ。5月が連打で。うわ、でも走ってきて投げてるんやから。ちょっとつけて。助走ない方が強い。助走ない方が強い。いやー、余裕やったっすね。ほんまに余裕です。まあでもあれっすね、
強いですね。めちゃくちゃ強い。ほんまに、もうやばいっす。あとね、ちょっと、スパーリングもしたいんですけど、そうですね、ちょっと動画流れちゃうんで、次回にスパーリング回して、はい、第2弾って感じでやっていくんで、はい、とりあえず今回はこれで以上になるんで、小田くんのインスタも概要欄貼ってますんで、ぜひ皆さんフォローして応援してください。よろしくお願いします。絶対に、ライズのチャンピオンになる。絶対になる。絶対になる。絶対になる。今のうちにフォローしてるんですよね。はい。もう、子さん振りましょう。はい、子さん振りましょう。はい。そんな感じで、はい、最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。高評価チャンネル、よろしくお願いします。うん。こっちです。お願いします。